語り。クークーちゃん、どうしたの？顔色も悪いんですの。次のライブも近いですし、無理をしない方がいいのでは？絶対ダメです！すごい気迫。僕は帰れないのです。どうしてよ？だって次のライブの衣装デザインが全然思い浮かばないのです。間に合いそうなんすか？わかりません。しかしこのままでは。衣装作りいつもクークー先輩に任せきりだから。そうだよな。クークー先輩、何か手伝えることあるか？ありますの。なんで夏美が答えるんだよ。でも本当にあるのか？クークー先輩の力になれる方法が。本当にあるんですの。クークー先輩、このまま部室にこもっていても新たなインスピレーションは生まれませんの。さあ町へ向かうんですの。一理ある。確かに町には衣装のヒントがたくさんありそうっす。そうですね、このままここにいても何も変わらないのは目に見えています。行きましょう。いざ外へ。外へですの。おいおい待てって。私も行く。きなこも行くっす。先輩たちも、さあ一緒に町へ衣装のヒントを探しに行くんですの。そうだね、ありがとう、夏美ちゃん。うわ、私はただ思いついたことを言っただけですの。みんなで衣装作りのお手伝いしよっか。1年生たち頼もしいな。いい後輩がいて私たちも幸せよね。そうですね、とても恵まれていると思います。さてと、早くしないと置いてかれちゃうよ。はい、クークーさんの衣装のインスピレーションが湧くようサポートしましょう。町の案内役は私がやらなきゃね。うん、よろしくすみれちゃん。じゃあ早速レッツゴお洋服を見るんですの。新たなインスピレーションは最新のトレンドから。いざチェックですの。すごいっす。ここ本当にお洋服屋さんなんすか？
アクセサリーにカバン、雑貨やお菓子も、お店の中もおしゃれっす。さすが都会は違うっす。トレンドなら私に任せなさい。ほらこれ、なんちゃって制服が今流行ってるのよ。これを着て遊びに出かけたり、記念に写真を撮ったりするのがトレンドなのよ。自分たちの制服があるのに。だからこそなんだよ。セーラー服の学校の子はブレザーに、ブレザーの学校の子はセーラー服に憧れるだろう。理解、ちょっとわかる気がする。ちょっと待て、シキ。シキってセーラー服も似合いそうだよな。ちょっとメイ、勝手に私に服を合わせないで。すごいですね、向こうにはメイクスペースまであります。まるでコスプレスタジオみたいですと思ったら、猫耳カチューシャまで売ってました。猫耳とかコスプレ系の衣装もありですね。このお店、うちの学校でも流行ってるんだよね。はい、ここでよく買い物をしたり写真を撮ったりした話を生徒の皆さんからも伺います。そうですの、いいことを思いつきましたの。よかったらみんなでなんちゃって制服を着て写真を撮りますの。夏、気持ちはありがたいのですが、今はそんな時間の余裕はないのです。大丈夫だよ、クークーちゃん。みんなでお揃いの洋服を着てみたら何かアイデアが湧きそうじゃない。なるほど。ダメでしたの。どうしたの、夏美ちゃん。制服を買わないと撮影できないそうなのですが、制服、思った以上に高いですの。そっか、レンタルはできないんだ。ごめんなさいですの。いえ、いいのです、ナッツ。それより。それより?クーク9人でプリクラが撮りたいです。先輩たちと?本当にいいのか?実は一度撮ってみたかったんす。しかも先輩たちと一緒に撮れるなんて、きなこ感激っす。この店には最新の機種が揃ってますの。そうと決まれば皆さん中に入りますの。へえ、照明が本格的。ほらみんなカメラ見て。もっとギュッてならないと見切れちゃうよ。きなこちゃん、もっとこっちにおいで。あ、あいつ、失礼するっす。いくよ。はい、チーズ。次は落書きね。こういうのはシンプルなのがいいのよ。さすがスミレさん、落書き慣れていますね。
いつか有名になった時に写真に撮られる練習をしてるんですよね。ギク、クク、なぜそれを。たまたま部室にスミレの一人プリクラがあったのでこっそり見ました。うんうん、みんなで見てたんだ。みんなでどのスミレ先輩が一番いいか盛り上がったよな。どれも可愛かった。どこがこっそりよ。楽しかったですね。可愛く撮りましたな。このまま雑誌の表紙になってもおかしくありませんな。うんうん、それに結ヶ丘の制服を着て9人で写真を撮るって新鮮だよね。はいですな。きなこ、これ家宝にするっす。ふふふ、これを動画で紹介すれば。マニー、マニーですの。ところでクークーちゃん、新しい衣装は思いつきそう？まだまだイメージが足りないです。使ってるから糖分を摂取できるアイスは最適解。なるほどな。アイスならいいお店があるんですの。ああ、わかったわ。あそこね。夏美ちゃん、すみれちゃん、案内よろしく。やっぱりアイスといえばここよね。ここのアイス、かわいいよね。これ、本当にアイスなんすか？クラッカーが刺さってるっす。こっちのは、マカロンが乗ってるっす。トッピングもいろいろ選べるの。で、自分だけのオリジナルアイスが作れるってわけ。クークーもたまにここに来てるのよね。はいです。クークーは抹茶味をベースにクリームやクッキーをトッピングすることが多いです。クークー先輩、とっても美味しそうですな。でも私は結局いつも頼むアイスを注文してしまいますの。わー、美味しそう。何をトッピングするか悩むな。うわー、ブルーベリーがトッピングできる。メイは
ブルーベリーが好き。式はどうするんだ？めちゃくちゃ種類あるけど。栗。栗はないみたいだな。残念。秋になったら期間限定で追加されるかもしれないし、また来ような。うん。わあ、レンちゃんはイチゴ三昧だね。はい、いちごアイスにいちごをトッピングしました。あー、夢のようなアイスです。私もクークーみたいに抹茶ベースにしよーっと。ちょっとクークーの真似をしないでくれますか。いいじゃない、私好きなのよ抹茶味。私は定番のこれにするんですの。おお、夏美ちゃんのはなんだかカラフルだね。私は丸をいっぱいトッピングしようっと。きなこは、うん、いっぱいありすぎて選べないっす。トッピングにコーヒーゼリーがある。ちょうどコーヒー味が恋しかったんだよね。カノン先輩、コーヒーなんて大人っすね。そんなことないよ。きなこちゃん、よかったら少し味見してみる？え、いいっすか？もちろん。はい、あーんして。あーん、おいしいっす。バニラアイスと一緒に食べるとコーヒー味がちょうどいいでしょ。アイス、これできなこも大人への第一歩を踏み出したんすね。それは大げさだよ。まあ、きなきなはすみれよりは大人だと思いますよ。ちょっと、どういう意味よ。クークー先輩とすみれ先輩、本当に仲良しだな。さあみんな、アイスが溶けないうちにいただきましょう。はーい。ごちそうさま。クー君のお腹も復活しました。私は口の中がいちご味で満たされました。幸せです。ねえクークーちゃん、衣装のアイディアの方はどう？どうですの？先ほどのお洋服屋さんやこのアイスのトッピングなど、いろいろとアイディアのパーツは揃ってきた気がします。ですので、あと少しで素晴らしいデザインが思いつける気がします。このパーツを結びつける何かがあればきっと。よし、もう少し街でヒントを探してみよっか。これだけ見て回ったのに。クークーちゃんがここまでスランプになるの
珍しいね。いつもなら、いろいろとアイディアが浮かぶのですが。今回は苦戦してる。こうなったら、最終手段ですの。ナッツ、普段入ったことのないお店に入って新たなアイディアをゲットするんですの。それってどんな？うわ、お姫様みたいなお洋服がたくさん。プレ衣装も普通に並んでるね。それにメイド服とかアイドル衣装も。ほんとね、そのままステージ衣装になりそうな洋服がいっぱい。ククちゃん、ここにある洋服を衣装にアレンジするっていう方法もあるんじゃない？ダメです。クー君、衣装にはこだわりたいのです。買ったものじゃなくて自分で考えたいのです。クークーさん、衣装に対してのまっすぐな志、素晴らしいです。もちろんです。ちなみにこのお店はクークーの地元にも店舗がありますよ。そうなんですよ。はいです。コスプレ文化は世界共通ですから。この衣装、何か見覚えが。あ、思い出したっす。きなこが子供の頃好きだったアニメキャラクターの衣装っす。きなこ、試着室もあるんですの。試着は恥ずかしいので遠慮するっす。レンちゃん、こういう可愛い感じの服とかどう？似合うと思うんだけど。はい、大好きです。子供の頃、母もこういう服が好きでしたので、よく着せてもらっていました。そうだったんだ。小さい頃のレンちゃん、なんだか想像できちゃうな。ウィッグも置いてありますね。ウィッグは全員で被るのは大変ですが、ウィッグ捨てをみんなで色違いでつけるのとかはありです。では次のお店に行きますか。次はここですか。ここは一体。昔からある老舗の衣装屋さんですか。実は私も入ったのは初めてですな。なんだかどちらかというとサニパ様が着ていそうな衣装がたくさんありますね。はい、背中に羽がついていたり、全身にスパンコールがついていたり、にぎやかな衣装がいっぱいです。でも、こんなのもあるわよ。ほら、これは、なんと可愛いアイドル衣装。このお店のオリジナルデザインのようですね。異世界。ここ、海外の歌手も御用達なんだろ。知らなかった。もう、ここまで全身にスパンコールをつけると派手になりすぎるかもしれませんが、ワンポイントに使うのはありです。ステージでもキラキラして映えるはずです。クークーちゃん、
衣装のイメージ浮かんだ？それがいろんなパーツが集まってまとまらなくて。バザリン、クークー先輩、情報量が多すぎたんだね。オーバーフロー。すぐに休めそうなところに移動しましょう。だね、ちょっと気分転換しよう。ませんが、キナキナなんてあんな後ろに置いてきぼりですよ。あ、本当だ。ごめん、ついいつものペースで走っちゃった。私戻ってキナコちゃんと並走してくるよ。カノンちゃんありがとう、よろしく。たち早いな。歯が立たない。みんなお疲れ様。公園の中にステージがあるっす。近くで見ると意外と大きいな。大迫力。千里さん、こんなところで立ち止まってどうしたのですか？ねえ、次のライブで踊る曲、サビだけでもここで踊ってみない？勝手にステージに上がって怒られても知らないわよ。大丈夫ですよ、普段小さい子もよく遊んでますし。うん、確かここ普段は一般開放してるはずだよ。ここで踊るですか？ステージで踊れるんすか？きなこ踊ってみたいっす。私も同じく。千里先輩、グッドアイディアですな。きっとみんなで踊れば頭もすっきり、気分転換になること間違いなしですな。確かに。それじゃあ踊ってみよう、9人で。楽しかったっす。やみつきになりそうっす。もし目の前に私たちを見てくれてる人たちがいるって想像したら、たまんないな。メイ、にやけすぎ。
ラのダンスを動画に撮っておけば再生数爆上がりでしたの。来ました。え？ビビッときました。新しい衣装のデザインがこのダンスにぴったりで、ステージに立つリエラにみんなが釘付けになるような衣装のデザインが。やった、クク先輩、スランプ脱出だね。はいです。みんなクークーのためにいろいろ考えてくれてありがとうです。とんでもないです、仲間なんですから。そうそう、遠慮はなしよ。新しい衣装楽しみ。ぜひ楽しみにしていてください。とっておきの衣装を1年生にも着てもらいますよ。よかったですな。これで衣装は安泰、次のライブ動画の再生数もうなぎ登りですな。それと、ナッツ。は、はい、なんですの。クークを町に連れ出してくれてありがとうです。ナッツが連れ出してくれなかったらいいアイディアは思いつけませんでした。いえ、そんな。力になれて嬉しいんですの。1年生も心強いし、リエラは安泰だね。そうですね。むしろ私たち2年生がもっとしっかりしなきゃかもよ。言えてる。私たちもいい先輩になれるように頑張りましょう。うん、そうだね。しっかりリエラを引っ張っていこう。